さっきも言った通り3歳、まあ、人間でも9歳、まあ、遊びたい盛りと言いますか、はい、もうじっとするのが、ね、難しいんですけど、偉いですね、足まで組んで。同い年です。あ、同い年で9歳。9歳。だからか、なんかライバル意識あるなと思ってたわ今。ちゃんと前向いといてよ。後ろにね、こうよくシロサギがいるんですよ。あ、よく犬猿の仲とか言いますけどね、ワンちゃんが苦手と思われがちなんですが、一番苦手なのは大きい鳥、カラスとかトンビとか。シロサギも例外じゃありませんので、ね、あ、いますね。よし、あれですよ、ああいう鳥がワッと来たらもう彼もビビってビビって何もできなくなっちゃいますけど、頑張って、ね、ではそれではもう十分な人数をお集まりいただいてますので、軽く準備運動して声の方を始めていくんですが、写真とか大丈夫ですか？大丈夫ですか、ね、君はやめなさい、おむつが見えるだろう。じゃあこうか、立って、おむつ履いております、新生児サイズ、身長もまだ65センチです。こうか、はい、では準備運動というのがこう二足歩行です。こう言われないとね、気づかれないんですけども、大沢さんもともと2本の足で立って歩きません。野生の大沢さんとかこう思い出していただきたいんですが、四つん這いでこう歩いてると思うんですけどもね、これだけでなんと1ヶ月かかります。はい、今となってはこう衣装も着てね、なかなか気づいてもらえません。はい、歩いて、いいな、どうですか、1ヶ月かけたとは思えないぐらい盛り上がらないでしょう。だから僕たち先輩から聞きました、実はまだデビュー2ヶ月先輩から聞いたんですけども、盛り上がって声の方を始めた方がいいよと。で、それもうちょっとすごい歩き方しますね。その歩き方というのがこちら、逆立ちですよ。よしよし、いいね、いいね、まだよ、できれば拍手とかいただいてもよろしいですか。はい、ですか、長くはできませんので、しっかりここまで戻ってきましたら、もう一度大きな拍手を。いや、じゃあお願いいたします。ありがとうございます。よしよしよし、正直言うと若干準備運動で疲れ気味ですけども、頑張りたいと思います。こうか、ワンちゃんも大丈夫ですからね、ぜひワンちゃんが行ける距離感で見ていってください。よし、こうか。それでは改めて自己紹介、今日頑張るのは3歳の守と言います。あんまりこう大沢さんの顔の区別とかわからないと思うんですけど、大沢さんの中でも結構イケメンの方ですからね。はい、福岡県出身のね、守くんが頑張ります。さっきもちょっと言いましたが、まだデビュー2ヶ月ですので、うまくいかないことももしかしたらあるかもしれませんが、3つの技頑張りますので、最後までのお付き合い、そしてたくさんの拍手をどうか守によろしくお願いいたします。じゃあ、はい、立って、そう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 。それでは大変長らくお待たせしました、今から10分で終わりますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。最初にご覧いただくのは、今年うさぎ年ということなので、跳躍芸からいきましょう。言います、なんとなくピンときてるね、そのまさか1ヶ月かけて覚えた二足歩行のまま、なんとジャンプですよ。かわいい、反対からもかわいくよ。あ、いいですね、シュールすぎるな。よしよしよし、彼何がすごいって全く足元見てませんからね。どんどん行きましょう。はい、前向いて、そう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 、待てよ、素足だから。続いて一つでも、意外と彼の身長がすると高いと思うんですが、3つ連続でいきます。はい、前向いてよ、うまくいけたら褒めてあげてください、リズム感が大事。ほっほっ、よし、完璧じゃないですか。いいですね、オッケーオッケー、あ、もういい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 、自らサービスしましたよ今。そして見てください、ドヤ顔までバッチリですね。わかりました、ちょっとこれ言うつもりはなかったんですけども、先ほどね、こうブドウ食べましたので、
一番好きな食べ物食べました。やる気はあります。普段ならこう高さ2段、いいリアクションするじゃん。そういうの待ってたんだよ。普段ならですよ、今回はやりません。そういうことではございませんよ。もう中途半端やめようという意味です。そのまさか、始まったばかりで3段いきます。もう風で倒れちゃいそうなグラグラ2本の足でいきますので、決まった時はめちゃめちゃ褒めてあげてください。よろしくお願いします。そうですね、もう身長をちょっと越すほどの高さ。手ついたら失敗。ああ、仕切り直しです。逆にこれ固定はしてないということを分かっていただきましたよね。ちょっと近いな。こっちで。いや、サルミでも出さない。ナイスタイミングです。風で倒れなければこれを見ることはなかったと思いますので、ギリギリセーフ。行こうか、倒れる前行こう。高さ3段、一つ目の芸頑張れ。よーし、よくでしょ。大きな拍手で褒めてあげてください。ドヤ顔、いい飛び方でしたね。いやナイスジャンプ、オッケーオッケー。若干の誇らしげですし、いいな。それではお待たせしました。この調子でどんどん行きたいと思います。ここまでパーフェクト。ただまだ始まったばかり。2つ目の芸がこちら、走り高跳びです。だんだん可愛いだけじゃないんだなということを、ね、分かっていただいてると思うんですけども、かっこよくいきますよ。着地前転が入ります。いいな、反対もいっとこう。おいじゃん、すごくないですか。おささの受け身を取るんですよ。人でもなかなか難しい前回り受け身、高さが上がれば上がるほど非常に危険度も増しますが、触らないそれ。いやショッケー、完璧です。おいで、もういいよもういいよ。偉いな、前向いてよ。そうじゃあ3段目ではございません。今こらえた方もいらっしゃいますが、中途半端やめておきましょう。ここまで絶好調、あえて間を省いて、寒さもありますのでてっぺん行きたいと思います。期待してる方いらっしゃったらすいません、下はくぐりませんので上飛び込みますよ。実際に身長が65センチに対してこちら80センチあります。ユニコス高さではありますが、マモちゃん信じてあげてください。やればできる子です。ただ僕が教えてるのは失敗しないことではなく、失敗しても諦めないことなので、一つお願いがあります。もし失敗してもこの場を立ち去っていかれないように、それだけお約束お願いします。ではカメラの準備できました。 OK ですか。一瞬ですからね、見ましょう。毛づくろい、あとてっぺん目指して。よし、一発成功。それじゃ決まった時は、はいはい、できたよ。アピールまでバッチリ。いいですね、皆さんの拍手聞いてますよ。やるじゃないの。ありがとうございます。それでは皆様お待たせいたしました。今来られた方もご安心ください。次がメインの技です。今日一番見ていただきたかった大技を移っていきましょう。発想飛び、こちらの階段を使う技です。じゃあちょっと登っとこうか先。上手だね、しっかり前向いて。そうだ、最初にいた方にはお伝えしましたが、ナイスタイミングですね。お猿さんがこうやって2本の足で安定して歩けるようになるのになんと1ヶ月時間がかかります。元はワンちゃんと一緒です。
そんな中ここまでパーフェクト、本当に頑張ってますので、ご褒美あげましょう。こちら休憩です。もしかすると今まで見てもらった技より休憩が一番受けました。それじゃいけませんね。ただご安心ください、猿回し最高峰の技です。そして難しさもあります。うまくいかないこと、失敗ももしかしたらあるかもしれませんが、失敗しても諦めないのが守るのいいところです。とかできると、そう信じてご覧ください。行こうか。ご覧ください、発想飛び、おいで。2本の足で立つだけで1ヶ月です。発想飛び着地ご注目ください。逆立ちです。よしよ、そう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 、マオちゃん拾い食いしないよ、逆立ちしながら。そんな高度なことせんでいいから。そしてさらに幅広げていきます。間が広がってもそう、立ち上がった時大きな拍手です。よしよ、褒めてあげてください。えらいえらい。じゃあ次最後にしましょう。前見るよ。もう中途半端やりません、そう決めましたので。ここまで絶好調の守を信じて、これいきましょう。これ決めたらすごくないですか。そして皆さんが思われている着地はただ飛ぶだけかもしれませんが、ここも逆立ち着地でいきます。足ついたら失敗です。今の守る信じてあげてくださいね。このジャンプが決まった時に一つだけお願いがありまして、頑張ってこえたのはいただける拍手のおかげなんですが、これからも頑張るためにはお気づきかもしれませんが、ご理解のあるご祝儀というものが必要になります。ということで本日このような大きな籠を用意しました。ビッグサイズです。まだ何にも入っておりませんので、無事成功した時に皆さんが思った評価を入れていただけると嬉しく思います。ご検討よろしくお願いいたします。じゃあ言ったぞ、行こうか。幅にすると約2メートルありますんでね。身長が65センチは彼の3倍。すごい。舌ペロペロしますね。緊張すると口が乾くんですよ。大丈夫だ。逆立ち着地でいけるか。いいよな、惜しいな。ちょっと微妙ですね。もう一度いきましょう。落ちちゃいました。届いてはいたよ。もう一回いっとこ。よしよし、あとは耐えるだけ。次こそまだ。よし、 OK でしょ。よし、大きな拍手で褒めてあげてください。誇らしげ。ありがとうございます。よく頑張りました。魔が去る、薬が去る、病気が去るとね、いわゆる伝統芸の猿回し、最後まで本当にありがとうございました。おー、むしゃぶれ。待って、最後のご挨拶です。今日頑張ったのは3歳の守る、最後までのお付き合い本当にありがとうございました。